誕生日ライン最初にくれた社員に100万円あげてみた。どうもありがとうございます。今ですね9月18日の23時半なんですけれども、30分後ですね、日付が変わるとなんと僕の誕生日9月19日になります。22歳の誕生日なんですけれども、これまでいろんな社員の絆を確かめる企画やってきました。今回第3弾はなんと誕生日おめでとうラインを一番早くくれた社員にあげちゃいたいと思います。さすがにね、全員送ってこないっていうのはおかしいことだと思うんですけど、とりあえず待っていきましょう。はい、ということで9分、誕生日まであと1分となりました。緊張するな。果たしてね、誰になるのか。さあ来ましたよ。いよいよ日付がかかります。来るよ。5、4、3、2、1。あれ来ない。まあね、焦らず待ちましょうよ。あ、来た、来ました。見てください、誕生日おめでとうって言われました。楽しみました。おー、なるほど、100万円の行き先が決定しました。こいつか。電話してみましょう。行きます。あ、もしもし、今からちょっとスタジオ来れる？マジで急いできた。走ってきて。早く早く。いいから、早く来い。はい、ということで、さすがにこの時間に予定はないとは思うんですけど、ちょっとかわいそうなんですけど、100万あげるんでね、呼び出します。お疲れ様です。はい。まあまあまあ、ここ座ってくださいよ。なんで呼び出されたか分かる？いや、わかんないです。あ、誕生日おめでとうございます。ああ、それ、それなんですよ。これですか？ということで、はい。100プレゼントです。100プレゼント。やっぱ僕ね、クマチョなんで、一番最初におめでとうって言ってくれたらやっぱ嬉しいんですよ。だから逆にあげます。いいんですか？いいよ、おめでとう。いや、でもなんか俺は受け取れないっすね。なんでなんで、いいじゃん別に。100万円もらえるんだよ、もらえるもんもらっときや。こういうのでもらうんじゃなくて、ちゃんと自分がしっかり働いて貢献したと思った時にもらいたいです。おお、なるほど。これはちょっとすいません、ありがたいんですけどお返しします。いいやつだな。じゃあまあせめてお釣りだけでもあげる。ありがとうございます。じゃあおめでとうございました。おお、あります。おめでとうございます。めっちゃいいやつだ。